みなさんどうもこんにちは、ガクです。本日は11月14日からできた日本代表ハイライトガチャレベマ比較やっていきたいなと思います。こちらのガチャはワールドカップアジア最終予選に合わせて登場したんですけど、なんとイベントをやっていただければ全ユーザー無料で1回は引くことができるんですよね。超簡単なイベントなのでぜひクリアしていただいて、この無料分1回は絶対に引くようにしてあげてください。今回も僕の独断点検であるんですけど、こんな評価で全11選手おすすめ育成までやっていきますので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、いきなりガチャ評価引くべきかってところで言うと、こちらのご覧会中星2とさせてください。メリット注意点はこんな感じですね。このガチャに関しては完全に日本代表好きな方向けのガチャとなっております。少し前に日本エピックガチャに現役代表選手がハイライトで入っていたんですけど、あのガチャは150ボックスと無課金未課金だとほぼ引けない仕様だったんですよね。ただ今回はですね、11ボックスで手軽に日本代表の選手たちを揃えることができますので、やっぱり好きな選手を使うのが一番楽しいですから、代表戦見て日本代表選手使いたくなった方はぜひ引いちゃってください。ガチ使って観点では引かなくて OK です。ということでここからが値ランキング。まずは第11位 A 評価、鈴木ザイオン選手。ザイオン選手は日本代表のゴールキーパーでは一番優秀ではあるかな。190センチしっかりあった上でゴールキーパーセンスやコラプシングも90弱、まあ、ガチスカはさすがに厳しいですけど、日本人スカット作ってる方はぜひ獲得をしていただきたいですね。コンディションの波が普通なのと低弾道パントキックないのは注意です。タコ版と比べると丸1は過去最強で、イタリアリーグセレクションの丸2からは乗り換えちゃって OK です。第10位 A 評価、板倉滉選手。板倉選手はボルシアメンヘングラッドバッハ所属なので、なかなか登場回数が少ないんですよね。そんな激レアな登場になったんですけど、ディエース能力は10振りでこの数値なので非常にレベル高いのと、初期スキル DMF までできるユーティリティ性が魅力の選手ですね。もうちょっとスピード瞬発フィジカルの強化が入れば完璧でした。あとは未所属組なので代表ウィーク以外ライブアップデート C 固定なのも注意です。過去版と比べると ① ② から乗り換え推奨、丸 ③ から乗り換えなしで OK です。第9位 A 評価、町田博選手。190センチの高身長センターバックがジャンプトップ強化で登場。今の環境でフィジコンしっかり90乗せられるのはすごくいいですよね。まあ、スピード瞬発に関してはどうしても伸びきらないんですけど、ディフェンスエースも90乗ってくるし、代表スカットならスタメンセンターバックになってくるんじゃないかなって思ってますね。ライブアップデートも 50%B 以上と今シーズンかなり調子いいです。過去版はね結構強かったので、どっちか持ってたら今回獲得しなくていいと思いますね。第8位 A 評価、上田綺世選手。現在怪我で離脱中の日本代表ストライカーが約半年ぶりにハイライト登場。スピードしっかりあるラインブレーカーでフィジコンが70超えるなど、ある程度フィジカル強いのも大きな強みですよね。シュート系スキルはしっかり揃ってますので、ダブルタッチやパス系などスキル追加して使ってあげてください。過去版と比べると前半は全部乗り換えで OK。 いつも言うんですけど、この同盟比較好きなんだよな。鹿島アントラーズから始まって代表に選ばれ、フェイエノールドに移籍していく感じ、まさに上田選手の進化の軌跡って感じですよね。後半は ⑤⑥⑥ 乗り換えなしの ⑧⑦ からは、まあ、習慣なので乗り換えてもいいかなって感じですね。第7位 A 評価、谷口彰悟選手。谷口選手は昨シーズンまでカタールリーグにいたのでライブアップデート C 固定だったんですけど、今季からはライブアップデート乗るようになったのが嬉しいですね。ただ現在怪我で長期離脱中なので当分は C 固定になっちゃいそうです。この選手の強みはやっぱりフィジカル面ですね。エアバトル6振りでフィジコン90しっかり乗ってきます。守備数値も悪くないだけに、もうちょっとスピード瞬発欲しかったですよね。あとはスキルがかなり渋いので、がっつり守備系スキル追加してあげてください。過去版との比較はこんな感じ。丸 ① ② 乗り換えの丸 ③ 乗り換えなし、後半はどちらも乗り換えなしですね。それこそ ⑤ がですね、エピック族ハイライトなんですけど、この時のハイライトは150ボックスなだけあってちゃんと能力高いので、基本的にこの時のハイライトを獲得してる人は今回狙いに行かなくていいと思います。第6位 A 評価、森田秀松選手。最近の日本代表見てると森田選手の凄さ際立ちますよね。毎試合 MOM 級の活躍をしてる気がします。最新能力も若干守備に寄ってるものの、非常にバランスいい能力かつスキルも初期から割といいのが特徴ですね。まあでも現実考えたらもっと強くてもいい気はするんですけどね。脚力とクイックネス8振りずつしてもスピシュン両方80届かないのが痛いですね。過去版と比べると基本的には全部乗り換えなしかな。丸1だけはアンカーなのでタイプ違っていて、守備を取るなら丸1、バランスを取るなら今回、そんな感じで考えてみてください。
第5位、 A 評価遠藤航選手。我らが日本代表のキャプテンがハイライトとしては半年ぶりに登場。守備系は言うことなしの高さの上にトップ強化が瞬発なので、今回80乗ってくるのは大きなポイントですよね。もうちょいフィジカルとスピードの強化が入れば激アツでした。過去版と比べると1、3乗り換えの2、4乗り換えなし、後半は7乗り換えの5、6乗り換えなし。7は唯一プレイスタイルがハードプレスになりますので、その観点から両方残していただいてもいいと思いますね。第4位、ここからが A プラ評価、堂安律選手。ここからちょっと当たり度上がってくるので、無料で4位以上の選手が出れば、まあ、ラッキーと言えるんじゃないかなって思ってますね。まずは堂安選手、スピード瞬発、ドリブルの高いザ・ウィングストライカータイプで、初期スキルもいいですし、今回フライパストップ強化で80超えてくるのも特徴ですね。エラシコ追加して特殊ダブルタッチにしつつ、シュート系スキルをしっかりとつけてあげてください。この選手もブンデスリーガーで活躍中なので、代表ウィークを除いてライブアップデートシー固定なのは注意です。過去版と比べると1、2乗り換えの3乗り換えなし、後半はどちらも乗り換えなしで OK です。第3位は A プラ評価、三笘薫選手。いや、このアイコンの三笘選手いいですね。今回オフェンスセンストップ強化で、瞬発とドリブル見てください、しっかり95超えてくるんですよね。突破力に関しては間違いなく最高クラスだと思います。プレスタルがインサイドレシーバーで、初基本適性が左ウィングと左ミッドフィルダーしかありませんので、インレシ確定発動になるっていうのはちょっと癖はあるんですけど、能力に関してはドリブラーとしてだいぶ優秀なんじゃないかなって思ってますね。 OMF に薄い適性がありますので、ぜひポジション適性追加アイテムを使って無印の OMF で使ってみてください。で、三笘選手に関してはね、過去版持ってれば十分な感じはあるかな。1はモメンタム持ちなので当然乗り換えなし、2、3はウィングストライカーでこの数値なので、まあ乗り換えなしで OK ですね。逆に中間組からは割と乗り換えてもいいかな。4はスーパーサム持ち、5は逆圧制度最高と、それぞれ強みあるんですけど、まあスキル追加を考慮すれば今回に乗り換えちゃっていいと思いますね。6は乗り換えなしで OK です。後半も7、8乗り換えなしの9は乗り換え推奨。とはいえ9とかも強化では結構いいので、乗り換えない選択肢もありかなと思ってますね。第2位は A プラプラ評価、南野拓実選手。ここから先の2人は4位以上の中でもちょっと頭抜けた当たりかなって思ってますね。先日の代表でもめちゃめちゃいいゴール決めてましたけど、今回決定力トップ強化、試合を見ての登場かのような強化ですよね。とにかくバランスいい2列目、かつスキルも初期から優秀、スキル追加なしでも即戦力レベルの安定感がありますよね。無印 CF までできるユーティリティ性も大きな強みで、まあ、使うならセカンドトップ、 OMF など中央で使うのが僕はおすすめですね。まあ、スキル追加なしでも優秀とは言ったものの、ワンタッチシュートやピンポイントクロス、足裏コントロールつければより強くすることができますし、足裏とエラシコをつければ特殊ダブルタッチにすることもできますので、やっぱりハイライトだとスキル追加をすることで拡張できるってのがすごくいいですよね。過去版との比較はこちら。1枚目は1、3乗り換えの2、4乗り換えなし、後半で言うと5、6、8の週間組はそれぞれ特徴あるんですけど、まあ足元スピード瞬発は基本的に今回のが高いので、僕だったら今回使いますね。ただこの辺りは好みあると思いますので、この表を見ながらじっくり判断してみてください。7は過去最強なので乗り換えなくて OK です。そしてこのガチャ第1位は A プラプラ評価、久保建英。現実で絶好調の竹がドリブルトップ強化で登場。ドリブル7振りで3項目オール90超えてくるの、なかなかにえぐいですよね。しかもドリブルと瞬発は95超え、さすが日本人唯一の星5、いい能力だと思います。まあ、引き続きね、逆足の課題はあるんですけど、ドリブラーとしては非常にレベルの高い能力、かつスキル優秀なのがいいですよね。スキル追加でエラシコつければ特殊ダブルタッチもなりますし、ミドルシュート、ワンタッチシュート、ピンポイントクロス、闘争心、ここまでつければ完璧な竹が出来上がります。無課金、美課金の方だと意外とですね、習慣以外の滝を持ってる方って少ないと思いますので、ぜひこのチャンスでハイライト久保建英さん獲得狙ってみてください。で、過去版と比べるとさすがにですね、初期の B 固定やラインブレーカーから乗り換えなくてもいいですけど、ぶっちゃけ能力はこの辺りよりも強くはなってますね。能力だけで言えば今回使う形でいいと思います。で、2枚目で言うと5はね、モメンタムなどで乗り換えなし、6、7、8は習慣だったりコラボのブースター持ちだったりしますけど、基本的には能力は今回が一番強いですね。この辺りからは乗り換えちゃってもいいと思います。
もうラストはですね全部習慣で、もうプレイスタイルも特徴も全然違うので好みなんですけど、それぞれ簡単にお話をさせてください。まずマルキューは初期から特殊ダブルタッチとパス系高いのが特徴。まあこの時もねかなりいいんですけど、他数値が今回勝つ、まあスキル追加できるってことを考えると僕は今回でいいと思いますね。で丸10、丸11と比較してもパスや決定力は負けてますし、インターセプト、スーパーサブなど面白い点はあるんですけど、まあ肝心のですねスピード瞬発ドリブルが今回なので、まあここからも僕は乗り換えるかな。で唯一ね、まあ前回でもいいかなと思うのがこの直近のボールキャリー丈、ライバープレート A であればハイライトすら凌駕するドリブル数値がありますし、その上で全体が高いので、まあ好みですけど僕はボールキャリー派かな。まあ、ていうかね、ライバープレート A だったらボールキャリーを使う、B からだったら今回を使うとか、そんな感じの使い分けでもいいと思いますね。まあいろいろと語りましたけど、そもそも特殊ダブルタッチにしたいとかスキル追加を優先するなら習慣からはオール乗り換えでいいのと、まあ、正直ショータイムを除く過去のハイライトの中では今回が最強と言ってもいいんじゃないかなって思ってますね。それぐらい今回の竹は安定した強化をされてますね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。まあやっぱりね日本代表勝ちなので、もちろん当たりランキングっていうのはつけましたけど、誰が出ても気持ち的には嬉しいっていうのはすごくいいですよね。最初にも言った通り無料分だけは絶対に引いていただきたいので、イベントからの回収忘れずにやってあげてください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。